チャオユリコ大学リスナーさんこんにちは。今日はひなこさんとりょうこ、りょうこって言えばいいんかな、はしたいと思います。で今日は一人だけじゃ、二人だけじゃなくてガイドさんも来てもらいました。どうも。この度ガイドをさせていただきます劇団プレステージ修行でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。制服かわいいよね。あ、そうなんです。正式な制服なんですけれども、うん、私本物のテンジョイではないのでちょっとコスプレになっております。よろしくお願いします。なるほど。え、でもさ、ちょっと聞いていい、はい、このリボンとさ、かわいすぎない？かわいい。え、女の子する女性もの、ちょっと女性もの、かわいい。あ り, ありがとうございます。いや、いい。今年に入って初めてかわいいって言われました。じゃあ、何でも聞いていただければと。はい、ありがとうございま す, いますそうですね、最近なんかコロナもね、あってたからあんまり外に遊べなかったし、ね、今はね、ちょこちょこ落ち着いてるから、うん、今日はオープンバスを試ししたいと思います。楽しみ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。今日は東京観光すればいいかな、うん、東京観光をやりたいと思います、超贅沢じゃない。コロナ明けのオープンバスで最高だと思う。やばいね。はい、めっちゃいい。ちなみに今日お二人を案内するコースがベイコースになっておりまして、ベイコース、日本橋を出発しまして東京駅、東京駅、はい、東京タワー、はい、醸造寺、醸造寺、芝浦、芝浦、フジテレビ、自由の女神、そしてお台場海浜公園を通りまして、レインボーブリッジを通りまして、ここ日本橋に戻ってくるというベイコースでございます。すごい。私はね、7年間ぐらい日本の時に住んでるんだけど、うん、半分以上の言ってたところがね、わかんない。え、あの、分かる。そんなわかんないの？あの、なんか途中怪しかったよね。怪しかった。怪しかった。途中で、なんか途中言ってたけど、ちなみにどこが知らないですか？駅は知ってる。その東京駅の後の2つ知らなくない？そう、この後の2つ。東京タワーはもちろん知ってます、でも東京タワー私乗ったことないんですよ。ない。あ、行ったことないですか？ない。近くだけに見たら。増上寺も有名な日本のお城です。これわかんない。わかんない。芝浦。わからない。東京はね、芝浦といろいろ情報があるんです。フジテレビはもちろん。まあ、それはそうだね。ちなみにお台場に自由の女神があることは知ってる。あ、知ってます。それは知ってる。じゃあお台場海浜公園も。じゃあもう今日はもう夢のようなんですよ、うん、そうだね。 え、東京そんなとこあるでしょ。あるでしょ。ないよ。いたこさんってさ、何、ゆりこちゃん最近何したの？あのね、実は私もね、あのみんなに感化されて、はい、YouTube 始めたんだよ。やばいね、いとこさんが絶対好きになるんだけど、私はね、ジョージョやっと終わりそうです。アニメジョージョ、あ、見てたの最初から。そう、そう、私全部見たよ、たリアルタイムで。最高な。いや、私ね、バッドイタリア人だもん。出てたのに全然見てなかった。でもね、コロナ中にあれコンプしたよ、ドラゴンボール超おと、あと、キタロ、ゲゲゲのキタロ、すごくない？どっちも長いじゃん。めっちゃ長い、うん、コンプしたよ、全部見たよ、すごい。でも私東京ミュウミュウを全部もう一回見てるんですよ。それも泣けんだよ。東京ミュウミュウ長っ。でも最近アニメがもうすぐは出るからさ、もう一回全部見合うみたいなと思ってて、うん、ちょっとね、その少女漫画をハマってるんですよ、うん、で少女漫画意外と好きだよね。意外と好きだよ。なんで意外となんだろう。おい、なんかのチャケラー系しか見ないかなって。確かに男だ。じゃあ次のは東京タワーでございます。うわーい。お二人は東京タワーどのくらい近づいたことあるんですか？あ、でも学生時代に真下まで行ったことあるよ、一応。うわー、でもすごい超絶久しぶり。でかい。もっと近く行きたい、ね、うん、東京タワーってさ、やっぱりもう東京のなんかシンブルですよ、ね、うん、やっぱ東京タワーだよね、赤いし綺麗。赤いし可愛いよね、うん、赤白可愛い、いいね、ジャパンって感じ。これでちょっと撮ってみます、うん、イエーイ。あ、でもそっから撮るとやっぱ全然迫力違いそう。あれ、ちょっと待って。あ、
勝したい。すごい、でかっ。な、今気がついたんだけど、タ、う、コ、ん、さんってさ、うん、のりぽんってさ、セラモンだよ。そうだよ、セラモン。かわいい、めっちゃかわいい。東京タワーってさ、どうと思いますか？私なんて東京タワーすごい憧れる場所だったの。あの漫画で、あのクランプの漫画の X ってやつが、あ、知ってる、がすごい東京タワーでもうメインにしてるのね、話、うんうんうん、それで東京タワーは聖なるものだとずっと思ってたの。だってマジックナイトレイヤースも東京タワーでやるじゃん。もうすごい、私にとってはジャパンの聖なる場所なの。あー、うん、でしょうな。そう、でもなんかわかる、うん、私もそのアニメとかから見ると東京タワー綺麗だなとか行ってみたいな、やっぱり憧れる場所だね。そう、確かに。例えばね、イタリア人から見ると、あのフランスのやつじゃんって思っちゃうんですよね、ちょっと。あ、だっていまだに東京タワーの下にはヤバいものが埋まってるって信じてる。何が？あの日本の大切な宝が埋まってる。え、それ初耳です。漫画で埋まってるの、いつも漫画ではいつも何か埋まってるの。じゃ何が、漫画では何が埋まってたんですか？あ、日本のなんか大切な宝で、その封印解くとアジャパンみたいな。ちょっと初めて聞きました。絶対、絶対でも何があるでしょう。あるある、何かしらはそうですね、うん、でもまずお二人はとりあえず展望台にぜひ上がっていただきたいですね。ね、確かに。日本展望台行ったことない。スカイツリーの展望台は行ったことない。いや、ない、ない、ない。あ、そっちもあるんですか？あの、ファイナルファンタジーで。あー、そうよね、いいね。ぜひ東京タワーも素晴らしい。でもさ、私暖かいところはちょっと苦手だからな。意外、意外。高いとこ気持ちいいよ。気持ちいいよ。ゆみこちゃんの高いとこ企画なんですか？作ろう。やだ、高いとこ、高いとこ、直す企画。やだ。はい、じゃあもうすぐは、レインボーブリッジの下を通過しまして、フジテレビお台場の方に向かいたいと思います。わーめーなー、久しぶり。あー、すごい、レインボーブリッジ、すごい、いいね、最高。あー、すごいね。一気にこう海の香りが、潮の香りがね、お、ほんとに見ると、こういう景色なんだね。うん、気持ちいい。お台場到着しました。うぇー、懐かしい、なんか久しぶりだね。ずっと家にいたしね。そうだね、今年行かなかったしな、コメントやなかったしな。すごい。フルマってさ、お台場とか行く？友達がね、あの豊洲、あのそこら辺に住んでるから、お会いに行くことは行くけど、うん、それだけだね。なるほどね、うん、あんまり行かないね。二人はお台場ってどういうイメージですか？軍団、ガンダム、ガンダム、等身大ガンダムがあった時。そう、車持ちの男と一緒に行くとこ。分かる、行ったことないけど。すごい、素晴らしいキャッチフレーズですね。車持ちの男と行くところ、お台場。お台場、すごいキャッチフレーズです、ね、これから多分日本で使われると思う。使われないと思います。いいなぁ、もっと欲しいなぁ。車持ち男欲しい。あ、私ね、トイポリスが好き。トイック大好きだから、うん、そう、トイポリスのお化け屋敷楽しいね。うん、いつも違う。うん、そう、じゃあお二人ともぜひね、車持ちの男を作っていただいて。忍者よ、忍者よ。どこにいるの？いや、あ、来た、ボール。あ、ボール、ここ、そう、ここで撮影してたんでしょ。なんか壁展望室らしい。展望室なんだ。展望室みたいですね。え、行けるの？一般人、あそこ行けて、行けるの？展望室になってる方から、東京タワーとかスカイツリーみたいな、あの高いところから眺められるような、そう、じゃあ観光用だったんだ。デザインとしては外からも中からも一丸となるっていう意味合いも込めて球体らしいです。え、すごい、初めて知った、僕も今 Google で初めて知った。えー、誰でも入れるということ？誰でも入れます。すごい、選ばれた人間しか入れない。そういうイメージありますよね。フジテレビといえば選ばれた人間がこう、そうとか、丸いやつはもっと選ばれた人。終わってるんだ。終わった。なんか楽しかったな。すごい、除火された気持ち。めっちゃ良かった。なんか変なテンションを治ってきた。最初やばかったよ。めっちゃ乱れた外からなんか変なテン
緒に治ってきた。そう、一応感じる。楽しかったか。ありがとう。いやもう楽しかったです。ずっとこの城にいたい感じなんで、今後とも何かあればご用命あれば。はい、あの知らないこと全部ね教えてくれてね。そうですね。僕も知らないことは全部Googleで調べて。Googleからね、つる。Googleね。え、いいね。いたこさんもっとさ、やっぱり久しぶりやな。ね、久しぶり、会うのも久しぶりだしね。会うのも久しぶりだし。自粛してたしね。そう。で今日はまあなんかオープンバスってさ、本当外国にしかイメージがなかったんだけど、ね、やっぱり、うん、あの東京が大好きだからオープンバスありがたいんだな。東京のオープンバスも素晴らしい、かっこいい、かっこいい、すごくいい、うん、気持ちいいし、なんか憧れる世界だなってずっと思うし、もうワクワクしました。いや、すごいいい体験したと思う、これは。でももっとね広めた方がいい、だって、ね、うん、ね、私もこの景色最高だもん。いいね、うん、めっちゃいい、うん、楽しかった、ありがとうございます。楽しかった、ありがとう。最近あのいたこさんも YouTube 始めたよね。そう、始めたばかりで、まだまだまだね、まだまだあのね、あれだけど、あのもっともっとね、あのみんなが見てくれるように、ね、うん、でもめっちゃいいコンテンツも作ってるよね。めっちゃ笑うんだよ、見てます。はい、ありがとう。よかったらいたこさんのチャンネルを登録してみてください。こっちの方にお願いします。あとはいいねしてもらってシェアもお願いします。お願いします。グラッチー、チャオチャオ。